飛行機。飛行機、飛行機とは、空中を飛行する機械である航空機のうち、ジェットエンジンの噴射もしくはプロペラの回転から、推力を得て、加速前進し、かつ、その前進移動と、固定翼によって得る揚力で滑空及び浮上するものを言う。形状が固定翼機に似ていても、動力を持たず、牽引されないと滑空しかできない航空機は、 グライダーと呼ばれる。第二次世界大戦期の軍用機などにあったロケット飛行機はジェット機が主流となったため、現代においては一部の特殊な用途や研究、構想に限られる。日本語の飛行機という表現は森大街が小倉日記1901年、明治34年3月1日上に記したのが書出だとされる。簡単に言えば飛行機は ジェットエンジンやプロペラ等を用いて前進することで、その翼に対して待機速度を得て、それにより自身の重量より大きな揚力を得ることで上昇する。水平飛行の時は飛行機の重さと揚力が釣り合っている場合である。飛行機を支える揚力というのは空気の流れの、あるいは風の力の一種である。静止した物体にある速さの風が当たる場合と、ある物体が 同じ速さで反対方向に進む場合では風の力の生じ方は変わらない。例えば静止した空気の中を Z 機が秒速250メートルという速さで飛べば秒速250メートルというものすごい速さで風が前方から機体に当たってきている。風の力というのは風速の事情に比例しており台風の風速50秒速60メートルの 風ですら家屋を破壊するような巨大な力を持っていくことを思えば、ジェット機に働く風の力の大きさを想像できるようになる。翼の揚力は同じ向かい角であると速度の事情に比例して増加する。また同一の速度であると向かい角が大きくなるほど揚力は増加する。飛行機はある高さを保って水平飛行を続けるときは揚力が重力と釣り合い、かつ、 推進装置の水力と飛行機全体に働く、効力が釣り合うようにしなければならない。よって、水平に飛ぶときは、高速で飛ぶときは向かい角を小さくし、低速で飛ぶときは向かい角を大きくして、揚力と重力が釣り合うように調整して飛んでいる。なお、蒸気の説明だけだと、翼の向かい角をどんどん大きくしていくと速度を落としても水平飛行可能ということになってしまうが、 実際には迎え角がある限界に達した段階で失速という現象を起きる。よって飛行機には安全に飛行できる最小速度というものがあり、それを最小速度や失速速度と呼んでいる。それは例えば、Z 輸送機だと一般に200時速 250km 程度になる。つまりこの場合、かつての新幹線の最高速度程度以上の速度は、 出さないと安全に飛べないのである。平凡社、世界大百科事典、1988年版では、飛行機の構造、あるいは構成として、翼、推進装置、操縦装置、胴体、膠着装置を挙げている。飛行機の基本と仕組みによると、飛行機を形作っている部品の数は、大型旅客機であるエアバス等の場合300万点を超えるが、 構造物として大別すれば、いずれの飛行機も、胴体、主翼、ビブの3の部位に分けられる。なお蒸気は、飛行機の代表的な構造についての説明であり、それとは異なった構造の機種もある。例えば、B-2 爆撃機のように胴体と尾翼を持たない、全翼機も、少数ではあるが、実用化されている。機体、つまり、 推進システムを含まない部分の構造の種類としては、トラス、ビーム、ロッド、チューブワイヤーなどから構成された固定骨組み構造に外反としてハフを張り、ハフは基本的に強度を負担せず、固定骨組み構造が強度を負担するトラス構造がその一種である。このほか、アルミニウム合金の外反の内側にフレーム、除剤の骨組み構造部材を取り付けたモノック構造、 アルミニウム合金の外反の内側に、クレーム、除剤や、ストリンガ、縦通り材、ロンジロン、強力縦通り材の骨組み構造部材を取り付けた、セミモノコック構造があるまた、2枚の板状外反の、間に芯材を挟んで、サンドイッチ状にした板を外反に使用して、強度及び剛性を大きくして、軽量化を図り、補強材の使用を、これまでより少なくして、工数を大きく削減でき、 サンドイッチ構造があり、主に主翼に取り付けられている動翼のスポイラー、フラップ、補助翼などで使用されている。主翼は、クッタジュコーフスキーの定理により、翼の上下に空気の循環が生じ、見かけ上、翼の下側より、翼の上側の方が、空気の流れが速くなる断面形状をしている。翼の上面は下面より膨らんでいるが、 上側を通る気流と下側を通る気流は同時に翼後端に到達するので経路の長い上側の気流の方が速くなるという俗説は誤り。そもそも上側の気流と下側の気流が同時に後端に到達するという前提に根拠がないし、背面飛行や紙飛行機の飛行などを説明できない。ベルヌーイの定理より空気の流れが速い上部の圧力は下部より下がり、 この圧力差により、飛行方向に対して、上向きの力、揚力を発生する。一般に、低衛音速機に用いられる翼断面形。翼型は上側が膨れた突上であるが、飛行速度や用途によって様々な翼型がある。翼型と翼平面形、上から見た主翼の形は、飛行特性に大きな影を与える。効率的に揚力を発生させるには、 細長い平面形状が適する。主翼の縦と横の比率をアスペクト比、縦横比ともと呼んでおり、翼幅、翼面積で表されるアスペクト比が大きいほど、主翼に発生する上げ光比、揚力と効力の比が大きくなり、主翼の翼端ウにより発生する誘導効力が小さくなる。そのため、高く遠くへ飛ぶ飛行機は、主翼のアスペクト比を大きく設定した。 細長い翼が有利である。東京大学教授の鈴木真司によると、ライト兄弟の時代から、アスペクト効果は理解されていたとい。ただし、あまりアスペクト比を大きくすると、強度の問題等が出てくる。翼を長くすると、揚力の面では有位であるが、当然の結果として、翼の付け根の負荷が増大することは避けられない。高速で飛ぶ飛行機の主翼には、 高速での空気抵抗が少ない抗体翼が採用される。つまり、抗体核をつけると、主翼の前縁に、音速付近での直角方向速度成分が少なく、なり、衝撃波の効力を少なくできる利点がある。この利点から、主翼以外にも、抗体翼が採用される。さらに揚力と速度の間の関係から、超音速機は、速度が速い分翼が小さくて済む。 このため、超音速器和では、アスペクト比が極端に少ないデルタ翼や、OG 翼が採用される。逆に揚力の面を重視する場合、例えば航続距離世界記録機の貢献機や、高高旅を滑空飛行するスパイ偵察機 U-2 では、アスペクト比、重央比の大きい翼が採用される。翼の構造には、強度と軽量性を両立させるため、 後述する胴体と同じく、セミモノコック構造が採用されることが多い。四桁、翼小骨、外反によって、応力外皮構造である、トーションボックス構造を構成している。トーションボックスとは、ねじり、荷重を機体に伝達する箱状の構造であり、曲げ先断力、ねじりに強くなっている。種類としては、一つの桁に、前円外反を取り付けた構造の単桁応力外皮。 構造、前桁と後桁を横に配置して、その間の上下に外反を取り付けた構造の2本桁応力側、構造、前桁と主桁と後桁を横に配置して、その上下に外反を取り付けた構造の3本桁応力外比、構造、2本桁応力外比構造と3本桁応力外比構造に、ストリンガを外反の内側の抑服方向に取り付けることで、トリンガと外反に曲げ荷重を負担させる。 マルチストリンが構造がある。四桁は、機体胴体内にある主翼の荷重を胴体に伝達する構造部材のキャリスルメンバーに、補助桁は、機体胴体内にある取り付け金具にそれぞれ取り付けられるが、中、大型機では、キャリスルメンバーをトーションボックス構造にしており、左右の主翼をこれに取り付けている。また、翼に発生する揚力などの空気力は、外反。 翼小骨四桁胴体と伝わる。四桁の太さ、外反の厚さと材質はその部分にかかる応力に応じて設定され、翼の先端近くでは桁は細く外反は薄く設定される。最近ではこれらの構造を大きな金属円樹から直接削り出す方法も採用れている。飛行中は主翼を上に曲げる方向に応力が働くため、 仮面外反には引っ張りに強い素材、上面外反には圧縮に強い素材を選定する。戦闘機のような薄翼では各場所にかかる応力に応じて素材を組み合わせて使う複合材料が多用される。主翼内部のトーションボックスを耐燃料製シーラントにより密閉構造にして燃料タンクに使うことが多く、この方式をインテグラルタンクと呼ぶ。また主翼に エンジンや主脚などの硬着装置を装備することが多い。攻撃機などでは主翼に、兵装爆弾、ミサイルや増加燃料タンクをずらりとぶら下げているが、いずれの場合も主翼には十分な強度が要求され、足や、兵装の取り付け部は十分な補強が実施されている。現代の飛行機は、特殊な場合を除き主翼は、左右角一枚、単用である。主翼後部、 公園部には、エルロン、補助翼や、主翼の全部と後部には、離着陸の低速時に揚力を増大させるフラップや、スラットなどの高揚力装置が装備される。主翼上面には、着陸滑走時や飛行中にエアーブレーキをかける際や、主翼の揚力を減らすためのスポイラーを備えるものもある。また、また、主翼と胴体の結合部での渦の発生による、効力の増加を防ぐためのフィレットや、 主翼端での下流の発生による抵抗を減らすためのウィングレットを装着するものもある。飛行機の操縦装置は、機体の三軸周りの姿勢、ピッチング、ヨーイング、ローリングを変化させるための主操縦翼面である、補助翼、昇降打、方向打を操作する主操縦装置と、エンジン及びスロットルの操作や、クラップ、エアーブレーキ、タブ、スポイラー、 スラットと,といった補助操縦翼面を操作する副操縦装置とに分けられている。後者はそれらを操作した場合の表示装置が必要である。また、操縦装置の種類は人力操縦装置、動力操縦装置、ブースター操縦装置、フライ,バイワイヤー操縦装置に大別される。人力操縦装置は小、中型機で使用されており、 操縦席と操縦翼面の間を、柵、ケーブル、滑車、または、ロット、レバー等を利用した、リンク機構でつなぎ、操縦翼面を人力だけで操作するものであり、工作や整備が容易で、信頼性が高い長所がある。これには、柵と滑車を利用する、柵操縦系統、プッシュプルロットを利用する、プッシュプルロット操縦系統、トーションチューブと呼ばれるチューブを利用す、 トーションチューブ操縦系統がある。柵操縦系統は、軽量で、遊びがなく、方向転換が自由で安価である。一方で、摩擦や摩耗スペースが必要であること、あらかじめ張力が必要で伸びが大きいことが、短所である。また柵は、操縦席と操縦翼面との間で2本使われ、往復式で使用される。これは、1本の場合だと飛行中での急激な、 姿勢変化により重力加速度が柵にかかることで柵がたるみ操縦翼面が勝手に動いてしまうためである。プッシュプルロット操縦系統は摩耗が少なく伸びがない。一方で重く遊びがあり効果である短所がある。主に運搬で主翼などを外す必要があり、組み立ての際に調整を簡単にすることができる。クライダーで使用されている。トーションチューブ操縦系統は レバー形式とギア形式とに分かれる。前者は主翼後部に取り付けられたフラップを操作するフラップ系統に使用されている。後者は摩擦力が小さいのが特徴で方向転換の大きい箇所で使用されている。動力操縦装置は大きな操縦力が必要な大型機や超音速、または音速域で飛行する飛行機で使用されている。 操縦席と操縦翼面の間に設けたリンク機構を介して飛行機の主油圧系統から供給され高圧油圧により作動する油圧サーボアクチュエーターを作動させることにより操縦翼面を作動させるものである。ブースター操縦装置は動力操縦装置の一種であり操縦席と操縦翼面の間は人力操縦装置と同じリンク機構を介して 直接操作するが、操縦者の操舵力に比例した力を高圧油圧と、サーボバルブにより倍力して、油圧アクチュエータによりその力を操縦翼面に加えるものである。フライバイワイヤ操縦装置とは、機械的なリンクに変え電線が操作量を伝達するものであり、操縦装置への入力が発信機で電気信号に変換され、その電気信号が 加速度と傾きを検知するセンサーとコンピュータを、組み込んだ飛行制御コンピュータを介して、油圧サーボアクチュエータに伝達されて、操縦翼面を作動させるものである。補助翼は、主翼の左右、後ろ側の円に、ンジによって付けられている。補助翼というのは、一方を上げると他方が下がる仕組みになっている。例えば、右側を下げるとそれと連動して、左側が上がり、 左側を下げるとそれと連動して右側が上がる。例えば左側の補助翼を下げ、右側の補助翼を上げると左側の翼の揚力が増し、右側の翼の揚力が減るので機体を右に傾ける向きのモーメントが働く。このモーメントによって機体を右に傾けることも可能であるし、左に傾きすぎていた機体を水平に戻すことも可能となる。また、 大型のジェット機の場合には、主翼の外側に、低速域用の補助翼と内側にあるフラップの間に、全速度域用の補助翼の2つの補助翼を奏しており、低速での飛行の際には2つの補助翼が作動し、高速での飛行の際には、外側の低速域用の補助翼はロックされ、内側の全速度域用の補助翼だけが作動する。両者とも、 補助翼の作動と同時に傾ける、側の主翼の上部に装備された、フライトスポイラーを作動させて、機体を傾かせる。また、補助翼は機体を旋回させる際には必ず使用され、旋回する前に、補助翼により、機体を傾かせてから方向打を作動させて旋回する。上下方向に装備されるものを垂直尾翼、左右に伸びるものを水平尾翼と呼んでいる。 垂直尾翼は胴体に固定された部分を垂直安定板、その後ろの可動部分を方向だ、あるいはラダーと呼ぶ。水平尾翼は同様に水平安定板と昇降だ。エレベーターからなるのが一般的で、後者は主翼からの荒い流、英語、ダウンウォッシュを考慮して、胴体への取り付け角度を水平よりやや上向きとしていい。尾翼は一般に、モーメントを確保するために、 主翼から10分に離れた位置に置かれる。多くは、胴体後端に設置されるが、胴体全部に設置した先尾翼機、エンテ型飛行機もある。尾翼の構造は主翼に準じるが、主翼に比べ強度上の問題も小さく簡素である。尾翼、両方もしくは、水平尾翼のみのない飛行機は無尾翼機と呼ばれる。また、固定の水平安定板を持たず、水平尾翼面全体が、 稼働のフライングテールと呼ばれる方式もある。この場合、水平尾翼は、スタビレーター、スタビライザーエレベーターと呼ばれる。この方式は、第一次世界大戦から現在まで、運動性を要求される戦闘機に採用されることが多い。一方、翼面全体は動翼となり、効率が高いため、小さく軽い尾翼で済むという利点から、小型機にも多採用されている。 アオン速から、線音速域を飛行する、ジェット旅客機で、動力操縦装置を装備している機体には、トリムタブが使用できないのと、昇降打の火事の角度を大きく取ると、火事面の先端から衝撃波が発生して、操打力が急に増加したり、火事の危機器が低下するため、水平安定版の取り付け角度を飛行中に変化させて、昇降打の操打量を小さくする方式が採用されており、 調整式定番と呼ばれている。この場合は、水平安定番は、長期的なピッチ姿勢の安定、ドリム、水平尾翼は、短期的なコントロールに使用する。翼に揚力を発生させるには、正面から当たってくる空気の流れの抵抗に打ち勝って、飛行に必要な速度を機体に与える推進装置が必要である。現在の飛行機用エンジンは、レシプロエンジン、 ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの内ピストンを持つものとガスタービンエンジン、いわゆるジェットエンジンとに対別される。レシプロ機はエンジン出力軸の回転数を減速し、プロペラを駆動して、各プロペラブレードに生じる前方向きの揚力で推進する方式がほとんどで、あるがガスタービンのものは推進力を得る方式の違いにより、以下がある。このうち、 ターボジェットエンジンはタービン軸から機械的に駆動力を取り出す方式との区別のためピュアジェットエンジンと呼ばれることもある。それぞれはその特性を生かし用途により使い分けられている。この他に電動機、モーターでプロペラを回す電動航空機もすでに飛行例があり、新型の開発も進んでいる。空飛ぶ自動車としての機能を持つタイプも研究されている。 電力は搭載電池やエンジンと組み合わせた発電機から得るハイブリッド型のほか、機体に取り付けた太陽電池を使うソーラープレーンもある。人間の筋力でプロペラを回す人力飛行機も主に冒険やスポーツ、娯楽目的に存在する。その他、過去に採用されたことがあるエンジンとしては、第二次世界大戦の前から終戦までのドイツでは、 クルップとユンカースによる2サイクルディーゼルエンジン、ユモ205やユモ207を搭載した、ドルニエドゥ十18やブロームウントフォスビー V138、水上輸送機、巡航ミサイル V1 に用いられた、パルスジェットエンジンのほか、やはり、ドイツで対戦末期に登場した、戦闘機、ミー163や、アメリカの超音速実験機ベル x 1などのロケットエンジンがあった。 このうちディーゼルエンジンについては地球温暖化防止に効果があるとして近年最高の可能性が出てきた。日本での航空機エンジンの数え方は発動機に由来した発で表される。これは戦前からの慣習で現在でもそのまま使われている。1機装備の機体を単発機略して単発2機のものを総発機、総発と呼び、それ以上は エンジンの数に、発、気をつけて、三発、気、四発、気、などと呼ぶ。重量と体積の大きいレシプロエンジンでは、エンジン搭載位置の自由度は低くなり、単発機はもちろん、奇数発機のエンジンのうちの一つは、機種や機微、パラソル式、支柱指示高翼配置の主翼状など、平面紙での機体中心線上に置かれる。左右非対称の機体、b v でも、 尾翼のついた胴体側、操縦席のない方の中心線上にある。総発以上の偶数発揮では、多くが主翼前縁に配置される。強度上の理由で、エンジンをまとめて設置するために2機1組にしたもの、ドルニエドク x や、速度を追求するために、全面投影面積を増やさずに2機エンジンとしたもの、ドルニエド百3 3 5では、タンデム配置のものもある。また、 隣り合う二つのエンジンをギアで連結し、二機のエンジンで一つのプロペラを駆動するもの、ハインケル HE177 も見られた。これらはすべて戦時中のドイツ生まれである。レシプロ機は、ライト兄弟の1号機から使われている方式。現在では、趣味で乗る、自家用機のほか、飛行訓練や、写真撮影、農薬散布、アクロバット飛行、遊覧飛行、 水上タクシー等に使用されている。比較的近距離の路線で頻繁に離着陸する小型から中型の機体はジェット機よりも離着陸性能の良いターボプロップ機の方が適している。そのため、コミューター機と呼ばれる10人から50人乗りの旅客機や条件の悪い飛行場での運用を考慮した軍用輸送機はターボプロップ機が多い。自家用機程度の小型機で、 ターボプロップエンジンを積むものもある。現代において、中型から大型の旅客機や、軍用機の内ち高速を要求されるタイプ、戦闘機などは全てジェット機である。その中でも、純粋に、ジェットの排気エネルギーで水力を賄う方式をター、ジェットと呼ぶ。騒音が大きく、燃料の消費も非常に多い。経済性や航続距離、環境性能が重視させる。 旅客機では、現在、燃費も良く、騒音も、比較的少ないターボファン方式が主流である。これは、エンジン内最前部にファンを設け、タービン軸出力でこのファンを回して得た水力と、ジェット排気の水力の両方を利用する方式。空港で、ジェット旅客機のエンジンを、正面から見ると、多数の羽ファンブレードを有するファンが回っているのがよく見える。詳しくは、 ジェットエンジンを参照。機体へのエンジンの搭載方法としては、ピストンエンジンを単発機に搭載する場合では、機体胴体の最先端に防火壁を介して取り付けられたエンジンマウント、発動機下にボルトやナット、振動吸収ゴムクッション、またはパットを介して取り付けられる。多発機の場合では、主翼に外反、カウリング、構造部材、防火壁、 エンジンマウントで構成されたセミモノコック構造のナセル設けて、そこにエンジンを取り付けている。ジェットエンジンの場合には、主翼化または機体胴体後部にパイロンを設けて、防火壁とエンジンマウントを介して、エンジンポットと結合され、並列に配置するものが多い。ジェット戦闘機に代表される速度と運動性を重視する機体では、機体に対して大きなエンジンは空気抵抗低減と、 質量、マス集中のため、単発、多発とも、エンジンは、胴体内に置かれる。単発機に搭載された、ピストンエンジンの場合には、その周囲に、取り外しが可能なカウリングに覆われている。大型のレシプロエンジン、または、ターボプロップエンジンを搭載する場合には、防火壁が付いた、カウルパネルで覆われているものがあり、ヒンジにより、カウルパネルを開くことが可能である。また、 空冷のピストンエンジンを搭載している場合では、カウリング、またはカウルパネルにエンジンを冷却をするためのカウルフラップを装備しており、飛行中に作動させると、前面からカウルフラップを抜ける空気の流れができることで円を冷却する。ジェットエンジンのカウルパネルは、エンジン本体外側に流れる空気を滑らかに流すと、共にエンジン自体を損傷から守るために取り付けられており、先端にある ノーズカウル、上面、またはカメに、ヒンジが取り付けられ、取り外しが可能なカウルパネル、固定されたカウルパネルで構成されている。胴体には、パイロットを含む、乗員、乗客、荷物、貨物を搭載する。また、中型以上の飛行機では、一般的に前足を格納する。さらに燃料タンク、主脚を搭載するものもある。操縦席部分は、 コックピット、客室部分はキャビン、床下貨物室部分はベリーと呼ぶ。単発機や三発機では胴体の最前部、または最後部に一発のエンジンを搭載する。最初の飛行機には胴体と呼べるものはなく、操縦席は木製骨組みの上に簡素な椅子を乗せたものであった。その後木製の骨組みを丈夫な骨ので折った構造になり、 現在は縦横に組み合わせた骨組みの表面にアルミ合金や炭素背に強化プラスチック CFRP 製の薄い板を張ったセミモノコック構造が主流である。なお、空気の薄い、従って気圧が低く酸素の少ない航空を飛ぶ旅客機は胴体内部を円形の全部圧力隔壁と後部圧力隔壁で仕切りその間のエリアを8000、フィート以下の気圧高度に保っている。 これを、余圧と呼んでいる。そのため、胴体構造は、飛行時での荷重の他に、圧力容器として内圧に耐える構造でなくては、ならない。セミモノコック構造の胴体は、主に以下の部材からなる。現在ほとんどの機種は、前輪式と呼ばれる、脚中、ストラット車輪、ホイールからなる足が3カ所についている形態を、採用している。胴体全部にノーズギア。 前足と呼ばれる小ぶりの足があり、重心より少し後方の左右に1体の主脚が配置されている。主輪は機体重量の90%を支持している上に、着陸時にはさらに大きな負荷がかかるため、軽量かつ堅牢な構造と干渉サスペンションが求められる。現在では小型機を除く多くの飛行機は空気抵抗を軽減するために、 飛行中に降着装置を折りたたんで機体動体や、ナセル、主翼内部に格納する引き込み足を備えており、着陸装置を格納する部分はホイールウェルと呼ばれている。また、フロートを有した水蒸気や水陸両用機、積雪地用にスキーを装備するものもある。着陸化し掃に使用するブレーキは、油圧作動のディスクブレーキである。小型機の場合ディスクは1枚が多いが、 大型機では複数のディスクを使用するセグメンテッドロータ方式が多い。アンチスキット機能を有するものも多い。また、車輪のタイヤは大型機では1本の足に4輪や8輪のタイヤを装着している機体もある。多くのタイヤを並べて設置時のショックの分散を図り衝撃に耐えさせている。さらに不足のパンクにも備えるためである。 いずれにしても過酷な条件で使用されるため寿命が短く各機種ごとに着陸回数に応じてタイヤ交換やゴムの巻き替え時間が定められている。ほとんどの固定翼機は離陸や着陸にある程度の長さを持つ滑走路が必要である。垂直離着陸機、回転翼機も整備や燃料補給が欠かせないため飛行機はこれらを支える施設を持つ飛行場。 民間空港空軍基地を拠点とする。飛行機の組み立て工場も、完成後にそのまま飛行できる、要飛行場に隣接しているか、滑走路を備えていることが多い。軽量の軍用機などは、野外の不整地で離着陸した例もある。第二次世界大戦中のプランサス走襲撃など、水蒸気や飛行艇は、海面、湖面での離着陸が可能である。また、航空母艦は、 艦載機、艦上機を運用できる。飛行機の操縦士は、パイロット、点検、修理を行う技術者を航空整備士と呼ぶ。1903年12月17日に、米国でライト兄弟がライトフライヤー号による有人飛行を行い、1906年10月22日には、ヨーロッパでサントス・デューモンが14ビス号で飛行を行った。この時代、 骨組みは木製、翼は布張りが一般的であった。飛行機の種類といっても分類するための単なるグループ分けといった程度のものである。ここでは既存の入門者などに習って用途と大きさに着目した分類、さらに外観に注目した分類を示す。吹きとして代表的な機体を一部例示する。操縦資格はエンジンの種類、レシプロ化、 タービン、エンジンの数、単発型発、運用場所、陸上のみか水上の8等級で分類されている。本校では武器を積んでいない非武装機でも、軍事目的として利用されている場合は、運用機としている。非軍用の国際機関、国際連合など、他国政府共同運用、EU など、中央政府機関、自治領、地方政府、地方自治体などの機体、任務は、 民間機、軍用機の一部とこむる場合がある。副用機、単用機、三用機、多用機、タンデム翼機。単用機における分類。詳細は単用機を参照。低翼、中翼、高翼、貨物の出し入れが容易なため輸送機に多い。パラソル翼、飛行艇に多い。平面型での分類イコール系、交代、全身、三角、可変。 大炎、OG。単発の場合通常 Z 機は胴体内。レシプロでは機体の最前部もしくは最後部に取り付けられる。総発以上の場合ほとんど位置は主翼か、胴体後方である。現在系飛行機や一部の作戦用、訓練用軍用機以外は故障のリスクを考えエンジンは、総発以上である。単発機、総発機、三発機、四発機、多発機。 プロペラ機における分類。推進式。牽引式。プッシュプル方式。前輪式。降輪式。おぞり式。タンデム式。フロート。停滞。飛行停走利。音速を基準として、ア音速。専音速。マッハ0.75から1.25。超音速。マッハ1.25以上に分類。垂直離着陸機。短距離離陸垂直着陸機。垂直。短距離離着陸機。 短距離離着陸機、通常離着陸機、カッタバー機や短距離離陸高速着艦機、航空母艦でカタパルトやアレスティングワイヤー、アレスティングフックを使用、空中発進機、ソリ着陸機。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。